アンドリュー・ベラス・ケスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ブロンクスク出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のニューヨークヤンキース参加所属。2012年の MLB ドラフト7巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックスで、プロデビュー。パイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイでもプレーし、 二球団合計で四十三試合に出場して打率。二百九十一本塁打、二十四打点、二十二盗塁を記録した。二千十三年は A 級サウスベンドシルバーホークスでプレーし、六十五試合に出場して打率。260、十六打点、七盗塁を記録した。二千十四年も A 級サウスベンドでプレーし、百三十四試合に出場して、 打率二百三十八九本塁打五十六打点、五十盗塁を記録した。二千十四年十一月十四日に、ジェレミー・ヘリクソンとのトレードで、ジャスティン・ウィリアムズと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。二千十五年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レイズと、A 級、シャーロット・ストーン・クラブズでプレイし、二球団合計で五十一試合に出場して打率。 286、12打点、5盗塁を記録した。2016年は A 級シャーロットでプレーし、75試合に出場して、打率。262、1本塁打、14打点、11盗塁を記録した。2017年は A 級モンゴメリービスケッツでプレーし、108試合に出場して、打率。235、9本塁打、37打点。 18盗塁を記録した。2018年、マイナーでは、A 級モンゴメリーとトリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、2球団合計で125試合に出場して打率。255、14本塁打、45打点、31盗塁を記録した。9月2日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、同日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは13試合に出場して打率301盗塁を記録した2019年7月3日にインターナショナルボーナスプールとのトレードでインディアンスへ移籍したクリーブランドインディアンス時代2020年2月14日にドミンゴ・サンタナの加入に伴ってディーフとなった2020年2月19日にウェーバー工事を経てボルチモア・オリオールズへ移籍した この年は40試合に出場して打率、159、3打点、4盗塁を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月29日にマイナー契約となり、11月2日に FA となった。2020年12月16日にニューヨークヤンキースとマイナー契約で合意したと報じられ、2021年1月5日に正式公示された。ありがとうございます。